皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。高鍋あやらです。今回はですね、ドローンのバッテリーの保管ですとか、あとはちょっと自分の持っているドローンのことについてお話ししようと思います。あんまりちょっとテーマ完全に決めたわけではないので、ちょっとグダグダになるかもしれないけど、ご了承ください。まずですね、ドローンのバッテリーについてなんですけれども、皆さん、ドローンのバッテリーってリポバッテリー、充電式バッテリーだから、その乾電池とかと間違ってないですよね。あくまでドローンのバッテリーっていうのは、そのリポバッテリーでその自然放電してしまうので、まあ、時々、ね、充電、使ってなくても充電することが絶対に必要になってくるわけですよ。それに、保存方法も、特にマビックミニとかで、初めて買った方、その電池の保管方法、多分説明書には、そのね、マビックミニの説明書には保管の方法絶対載ってるとは思うんですけれども、一応自分が動画で、注意した、動画でもって注意点を挙げてみたいと思います。で、とりあえず、用意したのは自分の持っているこれ、Bugs 4W なんですけれども、まあ、これもですね、まあ、このね、Bugs 4W なんですけれども、まあ、これも当然、ちょっと大容量のバッテリーを積んでいるわけで。で、一応電池がね、こっち側、ここにあるんですけども、まあこれは電池刺さってるじゃないかっていうのは実はそうじゃなくてですね、中にこうやってね、ちょっと見づらいかもしんないけど、まあこうですね、まあ見えるかな、ここにこうやってスポンジ挟んであるわけです。これね、このスポンジがまあ絶縁になって、まあとりあえず本体と本体に挿しても大丈夫と。で、金属の端子は、映ってるかな、これ、ですよね。ちょっと暗くて分かんないかもしれない。ここになってるんで。これとまあ、本体は接触しないからあれなんですけども。で、バッテリーの、その、保存の容量なんですけれども、ほとんどのドローンのバッテリーは、とりあえずその、75% ぐらいまで充電して約5週間とか1ヶ月ぐらいは持つということなんですよね。で、まあほんと1ヶ月ぐらいを目安に、まあいちいち記録するわけにはいかないんであれだと思うんですけど、その5週間ないしその1ヶ月ぐらいを目安に充電をかけてやればいいと思います。で、特にマビックミニなんかは本体だったかバッテリーだけに確かインジケーターのランプ4つあるんで、それの3つ目がおそらく 75% だと思うんですね。それを目安に充電していって保管すればいいと思います。ただ本当にドローン初めての方でそのバッテリーの保存方法を注意してほしいのは、僕がさっき言ったようにこのバッテリーはその放電してしまうので、絶対に本体につけたまま保存はしちゃいけないということです。そうすると、まあ、こうやってね、ドローンの本体にこう、パチンとはめたわけですけども、映ってねえかな。この状態で保存しちゃうと、バッテリーが思いっきり自然放電して、2週間ぐらいでもうすぐダメになっちゃいます。バッテリーがもう死んじゃうんですよね。二度と充電できなくなっちゃうから、注意してください。絶対に、バッテリーを長期保管したい場合は、バッテリーはこうやって外してですね、それで絶対保管してほしいんです。だから場所がないといっても、絶対に本体とバッテリーは外して離して、それで保管してください。そうじゃないと、せっかく買ったマビックミニとか、まあこういう、もちろんこっちのドローンもそうなんですけど、楽しめなくなっちゃいますからね。まあとりあえずそれです。あと
まあ、あとはその機種のことになるんですけれども、このバグ 4W ですね、他の方がマビックミニとかで動画で上げてたんですけれども、マビックミニとかってですね、まあこれもちょっと話はそれますけれども、これですね、これなんかJJRC の X12 って前にも動画で上げてたんですけど、これもなんだっけ、同じそのマビックエアかなんかのコピー機的なそのドローンにこっちかなるんですけども、これね、そのマビックミニとかにあったそのひっくり返ると緊急停止するっていうその機能っていうの、それがこの JJRC-X12 にはちょっと実験っていうか、実際に手に持ってこうやってクリッとひっくり返してみたね。そしたらちゃんとプロペラが、止まって緊急停止しました。つまりこれって、まあ状況で考えると、まあ障害物センサーなんかこれなんかありませんからね、まあウィックミニもほぼ同様ですけど、木にこうやってバーンってまあぶつかりましたと。その場合もちろんこういう風になるか、まあこんな風に横になっちゃうわけですよ。そうするとまあモーターの保護のためっていうことで、まあ衝突したらこうやって姿勢変わったら、まあモーターの方ということで、そういう意味で緊急停止してもうストーンと落ちちゃいますからね。まあ、くるぐるもとにかくまあ、調子に乗ってあんまり高速飛行させて、木とかぶつけないようにはしてください。まあ、もちろん写真、ね、風景とかなんかの写真撮影したいので、まあ、近づけることなんで滅多にやらないとは思いますけど、本当に木の近くでやったりとか、森林の中でやったりするのって、本当リスク高くて危険だからやめてください。で、本当に、まあ、この機種は、その、自分の実験でこういう風になったら、プロペラが止まるっていうことは確認できたんですけれども、さっきバッテリーの説明でやった、バグズ 4W ですね、実はあれが、こうやってね、ひっくり返しても、止まらなかったんです。で、まあ、これね、再三やった。この機種がですね、実はこういう風に一回手に持ってハンドキャッチして、ハンドキャッチをしてこういう風だとかこういう風にやってみたんですね。そしたらね、これの場合はプロペラが回り続けて姿勢を保とうとしてました。コントローラー上で緊急停止のボタンを押さない限り、その木に衝突してよっぽどの衝撃センサーみたいなのがあるみたいなんで、衝撃を受けない限り、ほぼプロペラ停止内で飛び続けようとする。つまりは暴走しちゃうわけですよ。だから、この機種、まあ、なんだっけな、ホーリーストーンの HS720 とか、あともう一つ、JJRC の X11?JJRC じゃなくて SJRC の X11 だったかな。その辺のやつがその姉妹機になるので、まあこのバグズ4シリーズとかを持ってる人は、その MJX のですね、注意した方がいいと思います。まあ、これもはっきり言って、まあドローン全体にいることですけど、木とかその岩の壁とかね、そういうとこ衝突するのってまあ、問題外っていうか、まあ問題外っていうか、まあ、そんな無茶、ね、せっかく写真とか撮るための、ドローンですから、そういう近づけるという無茶なんてしないとは思うんですけども、まあそれはさておいて、とにかくこの機種に関してはですね、本当にさっきも言いましたけど、まあ二度言っちゃいますけど、こういう風にやってもプロペラ回り、こんぐらいもう45度以上のアングルありますよね、こんぐらいのアングルでやっても、プロペラ回り続けてとにかく姿勢を保とうとしてなるんで、まあ注意が必要です。ただなんだろう、その話ちょっと変わるけれど、このバグズ 4W ってね、そのスピードが速くてね、面白いんですよ。で、本当に動きがクイックで、なんでしょうね、急ブレーキかけると、例えば前進してたらこういう風にクイッて上がるんですけども、こんぐらいのアングルでも全然、もちろんね、止まろうとしないし、で、
結構風にも強いもんで、で、その、止まらないっていうふうに言ったじゃないですか。だから、例えば思いっきり強風で、その、煽られたとしても、おそらくはね、そのよっぽどのことがない限り、そのまあ、風なんだっけな、これ8メーターぐらいあったら、これの場合はその、風に抵抗できなくて流されてどっか行っちゃうんですけれども、よっぽど突風できてこういう風になっても、手に捨て保とうとして、絶対にその、墜落するリスクは低いタイプなんだと思われます。そういう意味では、まあね、このバグズシリーズって Amazon さんとかで見ればわかると思うんですけども、これも結構安めな性能ですし、とにかくこれは自分にとっての話ですけど、そのさっきの JJRC-X12 オーロラよりは、全然飛ばしてて楽しい機種なので、ね、本当はちゃんとスペルにお勧めいたします。とりあえず、今日の話は以上です。とにかく、バッテリーの保管方法だけは皆さん注意してくださいね。それだけお願いいたします。それでは失礼します。